こんにちは、親父の家のジジイです。秋の家庭菜園、畑の様子です。大根、ニンニク、玉ねぎを植えます。大根は冬に、玉ねぎ、ニンニクは来年の5月頃の収穫になります。前に耕運機で耕し、肥料などをまいて、そのまま置いておいた畑を桑で耕します。これはかなり腰にきます。隣の塀側にニンニク、玉ねぎ用の畝を作ります。手前は広めに大根畑にします。玉ねぎとニンニクは同じ畝に植えます。親指と中指ぐらいの広さで穴を4つ開けます。手前の2列は玉ねぎ、奥の2列はニンニク、幅は全く適当です。だいたい指の感覚で毎年やってます。うちの家庭菜園の植え方は本当に適当です。でも不思議なことに毎年ニンニクも玉ねぎもできます。土をかぶせてその後に水をまいてこれで様子を見ます。大根も同じように指で長さを決めて一つの穴に4粒の種をまきます。去年までは400本500本と作ってたんですけども、もうこんなにいらないと言われて今年は200本ぐらいにしたいと思います。まあ、それでも老夫婦の二人暮らしには多いです。夏の日よけでお世話になったゴーヤのつるを片付けます。今年もゴーヤが100から150本できました。ゴーヤチャンプルや漬物、そして黄色くなったものはジャムにして食べました。まあたくさん取れすぎたのでご近所に配ったり友達にあげたりして消化しました。テラスの上まで巻きついていてかなり面倒くさい作業です。この後この場所にスナップエンドウを巻きます。春には1メートル2メートルとスナップエンドウのつるが巻きついてくれます。春はスナップエンドウ、夏はゴーヤやキュウリ。この網は毎年活躍してくれます。3年に一遍ぐらい
変えています。種をまいてから約10日後、大根の様子です。玉ねぎもニンニクも順調に育っています。収穫が待ち遠しいです。それではバイバイ。